皆さんこんにちは。ランジャパニーズ with 田中さんの作者の田中です。少し動画を出すのが久しぶりになってしまいましたが、皆さんお元気でしたでしょうか。先日 YouTube のチャンネル登録者数が20万人を突破しました。いつも動画を見てくださりありがとうございます。これを機に改めて私の簡単な自己紹介と皆さんからいただいていた質問にお答えしたいと思います。以前10万人記念の時にも Q&A 動画を出していて、もしかしたらその時すでに答えた質問も今回出てくるかもしれませんが、アップデート版として見ていただけると嬉しいです。日本人ですか？何歳ですか？はい、日本で生まれ育った日本人です。年齢は20代後半です。学生ですか？社会人ですか？社会人です。 YouTube は主に仕事が休みの日に作っています。 YouTube を始めたきっかけは何ですか？ YouTube で最初の投稿をしたのが去年の5月だったんですが、 YouTube を始める前はインスタグラムで短い漫画を描いていました。最初は1回の投稿につき画像4枚ぐらいの短いストーリーを載せていたんですが、だんだん熱が入って書く枚数が増えていきました。でもインスタグラムでは1投稿につき最大で10枚までしか載せられないんですよね。伝えたい内容を形にするためには10枚の画像では足りなくなってきてしまったので、動画を作ることにしました。それに私自身も英語とかイラストの描き方の勉強をするときに YouTube をよく活用するので、私も日本語学習者の方に役立つコンテンツを作りたいと思って YouTube を始めました。キャラクターを紹介してください。考えてみれば今まで動画に登場するキャラクターの紹介をちゃんとしたことがなかったので、ここでさせていただこうと思います。まず日本語を教えるマグロの寿司の田中さん。コーヒーが好きです。こちらは日本語を勉強している卵の寿司のエッグさん。いつも田中さんから日本語を教えてもらっています。こちらは豆腐さん。エッグさんの片思いの相手ですが、豆腐さんはあまり興味がありません。こちらはキリンさん。コンビニや花屋などいろんなところで働いています。他にもいろんなキャラクターがいるので、ぜひお気に入りのキャラクターを見つけてみてください。なんで寿司のキャラクターを描こうと思いましたか？まず日本語を教えるというテーマなので、日本らしいキャラクターがいいと思いました。うどんとか他の食べ物も考えたんですが、麺を一本一本描くのが大変だと思ったので、シンプルで描きやすい寿司にしました。でも田中さんというキャラクターを思いついた時は本当に一瞬のひらめきだったので、あまり深く考えていなかったです。ある日突然空から降りてきた感じでした。一人で YouTube や SNS を運営するのは大変ですか？もしくはチームがありますか？チームはなくて一人でやっているんですが、結構大変です。私が動画を作る時の流れは、まずどんな動画にするか企画して、スクリプトを書いて、イラストを書いて、動画を編集して、声を録音して、字幕をつけてという形です。一人テレビ局をしている感じですね。いつか準備ができたらチームを作ることも考えたいと思います。チャンネル登録者はどの国の人が多いですか？今 YouTube のアナリティクスを見てみると、私のチャンネルの登録者の方が住んでる国は多い順にアメリカ、フィリピン、インドネシア、ミャンマー、タイ、マレーシア、ベトナム、日本、インド、メキシコでした。アジアの方が多いようですね。それに日本に住んでいる外国人の方もたくさん見てくださっているようです。いつもありがとうございます。
時間の管理はどうしていますか？忙しい時、どのように動画を作る時間を見つけますか？私も最近時間の管理はあまり得意ではないですね。ついついやりたくないことを後回しにしてしまったり、だらだら何時間もかけて作業をしてしまうことはよくあります。以前、勉強する時間を見つける方法という動画を出しましたが、この動画は日本語学習者の方へというだけではなく、自分への反省の意味も込めて作りました。この動画のように15分とか25分とか短い時間の中で集中することを心がけています。最近は可愛いタイマーも買ったので、いつもこれを机に置いて時間を計るようにしています。動画のアイデアが浮かばないことはありますか？アイデア自体はたくさんあって、メモ帳にたくさんメモしてあるので、ネタに困ったことはないんですが、やっぱり一つの動画を作るのに長い時間が必要なので、なかなか重い腰が上がらず動画を作れないことはよくあります。YouTube に限らず、クリエイターにとって一番難しいのは続けることだなと思います。他のことで忙しくなってしまったり、やる気がなくなってしまったりすることはよくあります。私の場合は、動画を作る元気がないときは無理をしないようにしています。義務感を感じてしまうといい動画もできないですし、楽しくなくなってしまうので、気持ち的に余裕のあるときに作業をすることにしています。動画を作るときにこだわっていることはありますか？説明もイラストもできるだけシンプルにすることです。ものづくりをしていると、一生懸命やればやるほど、あれもこれもといろいろ追加したくなってしまうんです。でも、Less is more という言葉があるように、シンプルだからこそ見ている方は一番大事な部分に集中できるんだと思っています。なので、できるだけ無駄な部分を省いて動画を作るように心がけています。好きな外国の料理は何ですか？トルコで食べたこの料理がとても美味しかったです。日本ではあまりヨーグルトをかけて食べる料理がないので、最初は口に合うか少し不安だったんですが、食べてみるととても美味しかったです。この料理の名前が何だったか忘れてしまったんですが、できればもう一回食べたいです。隠れた才能はありますか？この質問の答えをずっと考えていたんですが、思いつくものが全くないので、すいません。逆に苦手なことについて答えさせてください。私は数学がすごく苦手なんです。単純な買い物のお釣りの計算とかも思考停止してしまいます。学生の頃は数字を見るとじんましんが出て体が痒くなっていました。中学生の時は方程式を見るのも嫌だったので、X とか Y とかをハートとか星の記号に置き換えて問題を解いていたことがありました。好きな動物は何ですか？動物全般は好きですが、ラッコとラクダとベルーガが特に好きです。チャンネル登録者数が増えて、YouTube に対する姿勢に変化はありましたか？将来の予定は何かありますか？登録者数が増えても、基本的な姿勢は YouTube を始めた時と変わりませんが、やはり以前より多くの方が見てくださっているので、よりやりがいを感じています。最近は YouTube のメンバーシップで、メンバーの方とコミュニティで交流することも大きな楽しみの一つです。これまで動画以外にも、便利なフレーズをまとめた PDF や、スマホやパソコンの壁紙など、いろんなデジタルコンテンツを作ってきましたが、いつか将来は本を出版したり、私のキャラクターの文房具を作ったりして、日本語学習者の方たちがより楽しく日本語を勉強できるようなものを作りたいと思っています。はい、いかがでしたでしょうか。長い動画でしたが、最後まで見ていただきありがとうございました。これからも日本語学習に役立つ動画を作っていきますので、楽
しみにしていてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。